祭壇座ミュウサイ、祭壇座ミュウサイ、祭壇座ミュウ星、ミュウアライは祭壇座にあり、太陽系からおよそ50光年離れた位置にある、恒星。この星には4つの惑星が発見されていて、そのうちの3つは木星に匹敵する質量を持つ。最も内側の惑星は、最初に発見された、ホットネプチューン、ホットネプチューンもしくは、スーパーアース、スーパーアースである。 祭壇座ミュウ星は我々の太陽よりわずかに重く太陽質量の1.10倍と見積もられている。鉄の豊富さから金属量は太陽のおよそ2倍とされ、金属が豊富、メタルリッチな星とされる。この星の半径は太陽の31.5%増し、その高度は75%増しと見積もられている。 星の誕生から時間が経つにつれ、再創の活動は落ち着くと予想される。この活動度をもとに、理論モデルで計算すると、この星の年齢は、約64億1000万年、もしくは14億5000万年と見積もられている。別に、構成進化論からの推定方法がある。この方法によると年齢は、約44億年である。この星のスペクトル型は、 G34V である。G3 の部分はこの星が太陽、スペクトル型は G2V に似た黄色い星であることを示す。星内部のコアで水素を使い果たし、主系列性から準拠性に進化している状態に入っているかもしれない。これは不確実な高度分類に反映されている。4は準拠性、V は主系列性、もしくは愛性を示している。 2001年、アングロ・オーストラリアン天文内の惑星探索チームは、レチクルザイプシロン製の惑星軌道要素とともに、この星の惑星系の発見を発表した。サイラン・ザ・ミューセ B ビーと命名された惑星は、公転周期743日で、軌道離心率が大きいと考えられた。惑星の重力が恒星を引っ張る結果として、視線速度が変化することを分析しこの発見は、 得られた。これは、恒星のスペクトル線のドップラー効果を観測することによって計測される。さらに、第二の惑星の発見が2004年に公表され、これは現在サイダンザ・ミュウ星 C として知られる。この時、惑星の軌道要素は十分に同定されず、光転周期およそ8.2年、軌道離心率が大きいと考えられた。同2004年、サイダンザ・ミュウ星 D とされる。 小さいうち惑星の発見が公表された。この惑星は天王星ほどの質量を持ち、光天周期が9日とされた。これは熱い天王星クラスとして知られる惑星の最初の発見となった。この発見は高精度の視線速度観測によって生まれ、それは高精度視線速度惑星創作、ハイアキュラシーラジアルベロシティープラネットサーチャー略して、 ハープス分光器により観測された。2006年には、クリストフ・ゴズジェフスキーとフランチェスコ・ペペの二つのチームによって独立に視線速度の解析から4惑星のモデルが発表された。新しい惑星はサイダン・ザ・ミルセイイーと呼ばれ、およそ311日の光天周期で円に近い軌道をめぐっている。新しいモデルは基地の惑星の軌道要素も改定した。それは、 以前より、軌道離心率が小さくなり、惑星 E の軌道のより強力な特徴となっている。惑星が4つ発見されたのは、カニザ55番星に次いで2番目である。サイダンザミュウ星惑星系は9日で好転する、天皇星ほどの質量の内惑星と3つの大質量惑星からなる。その3惑星は巨大ガス惑星であり、円軌道に近い。それは、 他の太陽系外惑星が大円軌道を描き、長い光転周期が典型的であることと対象をなしている。天皇性質量の惑星はクトニア惑星、つまり外装は星の放射ではがされた巨大ガス惑星のコア部かもしれない。あるいはまた、サイダンザミュウ星惑星系の内側の領域で岩の多いスーパーアースとして形成されたかもしれない。 内側のガス惑星 C と B は強い相互作用を受けるに一軌道共鳴の近くに位置している。この系の最適解は実際に不安定である。シミュレーションはこの系が7800万年後に破壊されるのを示唆している。それはこの惑星系の推定年齢よりかなり短い。より安定した解はフィッティングが少し悪いデータに見つけることができ。それは クリーゼ876の惑星系に似て、2惑星が、共鳴状態のものも含んでいる。星間ディスクの観測がされたが、サイダンザ・ミュウ星惑星系にカイパーベルトに、類似のディスクの残骸の証拠を見つけられていない。もし、カイパーベルトがあったとしてもかすかであり、現在の観測機器では見つけられないだろう。巨大ガス惑星である惑星 B は、 サイダン座ミュウ星惑星系で液体の水が存在できる場所にある。これは地球のような惑星の形成を妨げる。しかし、その巨大ガス惑星を回る巨大衛星の表面に液体の水がある可能性は残る。一方、惑星の質量とその衛星系での見かけの総時速によって巨大衛星が巨大ガス惑星の周りに実際に形成される、買うか、それは確かでない。 加えて恒星からの紫外線放射用は、どの居住可能な惑星も、また衛星も、生体物質を形作る引き金になるには、紫外線が十分でないかもしれない、ということを示唆している。惑星 C は我々、地球と似た量の紫外線を受けている。それゆえ紫外線は、居住可能ゾーンではあるが、温度が高すぎて表面に、液体の水は存在できないだろう。 太陽系外惑星会議及び国際天文学連合では発見順にローマ字の B から順に命名することを確立している。ゴズケフスキー率いるチームはこの命名規則を使っていた。一方ペペ率いるチームは惑星の特徴順に指定する命名規則を提案していた。この当時国際天文学連合では 内容系外惑星の命名規則を定めていなかったので命名に関する問題は未解決であった。この惑星系に関してはペペラの命名規則を採用した科学観光ものもあったが2015年の命名にあたっては発見順で整理されている。名称は exoplanets.org による2015年に国際天文学連合によって 太陽系外惑星系の名前の公募が行われた際にこの成系も募集の対象となった。2015年12月15日、国際天文学連合よりスペインのパンプローナプラネタリウムの提案を採用し、以下の名称を選定したことが発表された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。